はい、皆様こんばんは。仏教修学研究会の秀明彦でございます。よろしくお願いいたします。いつもご視聴いただきありがとうございます。はい、今回の動画の検証はこういう検証をしてみたいと思いますね。はい、なぜひげおやじは対創価学会訪論動画をやめたのかということです。謎の動画路線転換を検証しようとテーマで、やってみたいと思います。はい。まあこれね、ヒゲ親父の動画っていうのをですね、ずーっと初期の頃から見ていらっしゃる方は、まあご存知だと思うんですけれどもね。ヒゲ親父のが出した動画、これヒゲ親父のウェブサイトの動画、それから YouTube にアップロードしている動画、両方ともですね、やはり当初の頃、つまりですね、2007年頃から、どういう動画を出していたかっていうと、もうほとんどがね、対創価学会員との訪論動画だったんですよ。で、たまに、その、検証会員との訪論動画もあったと、いうことなんですよね。だからもう、創価学会員との訪論動画、検証会員との訪論動画がもう大半だったわけですよ。はい。で、まあ、その、YouTube の、上げている、そのチャンネルで、その、対創価学会の訪問動画ばっかり上げているのは、まだチャンネルとして残ってますね。これ、過去動画で、自動検証しておりますね。はい。はい、そしてですね、まあ、ずっと、その、創価学会訪問動画ばっかり上げていたひげ親父がですね、まあ、2011年以降、その、ひげ親父動画は、創価学会訪問動画がだんだんこう、減ってきたんですよ。はい。で、今やほとんどアップロードしてないわけですよね。はい。それで、創価学会との訪論動画をやめた、その代わりにですね、なんかその、善光寺とか、他の宗教団体との訪論とかですね、あるいは対検証会員との訪論動画、あるいはですね、そのひげ親父軍団の器の集まりでの質疑応答の動画でとかですね、あるいは、ひげ親父が、なんか、日蓮の異聞の説法をしている動画とかですね、そういう動画に、なんか転換しているわけですよね。明確にこの動画路線が転換してるんですよ。はい。で、これが要するに2010年代の話ですね。これ2010年代に明らかにこれ転換してるんですよね。はい。で、それに関連してなんですけれども、同じようにですね、創価学会破釈を歌っていた、その、日蓮宗宗の謀略新聞、恵名ってのがあるわけですけれども、この恵名も2010年代に入って、創価学会批判一辺倒からですね、あるいは検証会批判とか多宗派の批判、あるいは、創価学会、検証会から日蓮宗宗に入った人の体験談、などなどの、路線転換をしてるんですよ。はい。だからこの、ひげ親父の動画路線の転換、あるいはその、恵名の路線転換がですね、非常に、この時期的に被ってるんですよね。はい。これが一つ言えてるわけでございます。はい。それでですね、まあ、恵名の方は、まあ、ちょっと一旦さておくとしましてですね、なぜひげ親父は、その動画の路線を転換したのかというね、そこをですね、ちょっと今回検証してみたいということでございまして、まあリスナーの方からもそういうご質問が来てるんですよ。なんであの人、その、創価学会の訪問動画をもうやめちゃったんでしょうかね、というような質問が来ております。はい。それでまず一つ言わなくてはいけないのは、2011年7月の中野訪論の敗北事件ですね。ええ。まあ、これ過去動画でもう検証しております。はい。中野訪論については、明日の概要欄にリンク貼っておきますので、そちらでチェックをしていただければと思います。で、まあ、その、創価学会の訪論をやって、そのひげ親父は、なんか、いろんな、その、編集とかなんかやってですね、もういかにもその、ひげ親父が勝ったような動画を上げていたのに、中野訪論に関してはもう完全に負けてしまったと。敗北してしまったわけで、これやっぱりね、ひげ親父軍団に、まあ、言い訳しなきゃいけないんですけれども、まあこの言い訳が仕切れていなかったと
いうことが一つ言えると思いますよね。はい。まあなんかその初見の資料を見せられて、とか言って45秒間黙っちゃったなんて言ってるんだけども、なんかその創価学会に言わせるとそんなもん初見の資料じゃないと。っていうふうに、まあ言ってるんですけどね。まあでも45秒以上黙っちゃった。なんか動画を見ると2分ぐらい黙ってますよね。まあそれで、その言い訳がしきれなくなったということでですね、路線転換をせざるを得なくなったんじゃないかということでございますね。はい。まあこれは一つ理由としてあると思うんですよ。で、2番目の理由なんですけどね、これおそらく、まあこれも妙想寺の住職、まあ前の住職かないしは今の住職、まあ両方かもしれません。から、このひげ親父がですね、創価学会批判一辺倒から多宗派の批判路線へ、転換するように指導されたんではないかということなんですよね。はい。これね、なんでかっていうと、ひげ親父が自分で、そのね、路線転換、ここまでね、路線転換をするとは、ちょっと考えにくいんですよ。まあ、中野方論の敗北はあるんですけれども、だからといって、ここまで露骨に路線転換をするのはちょっと考えにくい。なんでかっていうと、そのひげ親父軍団の、に入っている大半の人はですね、はっきり言って、もう創価学会を辞めてひげ親父軍団に入った。検証会を辞めてひげ親父軍団に入ったカルトサーフィンの方々であるわけでありまして、だから、まあ、要するに、創価学会の批判の動画、検証会の批判の動画を上げてれば、そう、ひげ親父軍団に入ってくる人は増えるということですからね。だから、ひげ親父は、はっきり言って、創価学会批判の動画、検証会批判の動画を出したいと思ってるはずなんですよ。だから、ひげ親父自身が自発的に路線転換をするとは、ちょっと考えにくいわけですよね。だから、これはもう、妙想寺の住職、まあ前の住職か今の住職か、まあ両方かわかりませんが、この創価学会批判一辺倒路線から多宗派批判へ路線転換を指導されたと、まあ考えるのが普通ではないかということですよね。はい。でですね、まあもうちょっと言いますと、この日蓮宗中と創価学会の利害が一致してるんですよ。はい。で、これどういうことかって言いますとね。まあ、このひげ親父っていう人は、ずっとその、まあ、創価学会批判を、の動画を上げてですね、創価学会を脱会させて、日蓮宗中妙想寺支部全国地区、いわゆるひげ親父軍団に入れてきたわけですよね。だから、ひげ親父の活動っていうのは、創価学会にとっては完全な目の上の単行部的な存在なわけですよ。まあ邪魔でしょうがない。だから何とかして、ひげ親父の活動を抑えたい。ということですよね。はい。ところが、いや、日蓮宗宗はどう思ってるかっていうと、どうも日蓮宗宗は、そのひげ親父の活動をよく思っていないんじゃないかと。いうことなんですよね。はい。はい。でですね、2009年に、そのひげ親父が発信源と言われているデマ情報が元で、なんかその絵名とか記事になったものが、創価学会との間で裁判になって敗訴したという事件があったということなんですね。でこれがですね、創価新報に載ってるんですよ。でこういうふうにですね、過去のその、ひげ親父と創価学会のその、揉め事がですね、ここに載ってるんですよね。で、2006年にそのひげ親父が作った、その中小ビラのデマを認めて謝罪したと。それが2009年にそのひげ親父のデマが発端で、日蓮宗宗がその裁判で敗訴したと。で、連帯して190万円の損害賠償金の支払いを命ずる判決が確定したということで、こうやって、創価新報に載ってるんですよね。はい。で、さらに、それだけではなくてですね、ひげ親父は、
ああ、その後、その信者さんの前、まあ、はっきり言って、神話人軍団の人たちの前で、御所の説法をしてると、まるで僧侶みたいなことをやってるっていうことで、だからそれはなんか、被害者はそんな、そうじゃないのに、その説法するのはおかしいってことで、やめたっていうんですけどね。ええ。でも、動画でやってますよね。はい。そういったことがある。それから2016年、から17年にかけての、マンダラ本尊ビラ事件。つまり、日蓮宗主の宗務員が許可してないビラを、許可した、されてるというふうに偽って、ヒゲオジ軍団の人たちにそのビラを買わせて配布していたわけですよね。で、それがバレて 謝罪したという事件があって、結構日蓮宗主との間でもトラブルがある。だから、日蓮宗主は、ヒゲオジ軍団の人たちが増えるってのは、これは、妙想寺の信者さんが増えるから、まあ、いいことはいいんでしょうけれども、同時にヒゲオジっていうのは、こうやって、まあ、いろんなトラブルを巻き起こしてるわけですよ。だから、日蓮宗主もどうもひげ親父の活動を快く思っていないと思われるわけですね。はい。だから、ここで日蓮宗主と創価学会の利害が一致してるんですよ。はい。だから、どうもひげ親父の 活動を何とかして抑えたいと。日蓮宗主も抑えたい。創価学会も抑えたい。ということで、両者理解が一致して、どうやら イメージを、なんとかいろんな方面で、抑えつけようとしてるんではないかと、いうことで、この路線転換ということが起こったんではないかと、まあ、いうことでございますね。はい。それでですね、まあ、今度は創価学会とのトラブルの、まあ、件なんですが、まあ、2018年9月に創価学会にまつわるデマ動画事件というのがありましたですね。それで、2019年12月に謝罪文を、ウェブサイトに発表して、まあ、解決金を支払って和解するという事件がありました。これは、過去動画で検証しましたね。動画258で検証しております。はい。そちら、下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければと思います。はい。さらに引き続いて2021年8月にも2度目の謝罪文を掲載したということで、まあ、こちらも動画884で、検証しておりますので、そちら下の概要欄からチェックをしていただければと思います。はい。それでですね、この2019年の和解の時に、このひげ親父と創価学会の和解の中にこういう文があるって言うんですよ。原告、つまり創価学会ですね、の名誉を侵害する言動や、原告の会員、つまり創価学会員ですね、の名誉、プライバシーを侵害する言動をしないことを誓約すると。こういう一文が入ってるって言うんですよ。はい。で、これね、創価新報に載ってます。はい。ここにね、和解で誓約って言うと、こうやってこうやってるんですよ。今後、原告の名誉を侵害する言動や、原告の会員の名誉、プライバシーを侵害する言動をしないことを誓約っていう、こういう一文が入ってるってことで、これ創価新報にこうやって載ってるんですよね。はい。ということは、これはね、読みようによっては、つまり、事実上、ひげ親父と創価学会員の法論を制約する条項ですよね。なんでかっていうと、ひげ親父の法論っていうのは はっきり言って、もう動画で、もう公開してるわけですよね。で、YouTube でもアップロードしてる。あるいは自分のホームページでもアップロードしてるわけですよ。で、公開してるわけですよね。で、その創価学会員の名前も 顔ももろ出ししてるわけですよ。はい。そうすると、じゃあ、そういうふうに、ひげ親父の法論と、その法論動画ってのは一体になってるわけだから、こう事実上、法論を制約する条項なんですよね。はい。で、この和解っていうふうになってるんですけど、この裁判の和解っていうのはですね、判決と同じ効力があるんですよ。ええ。だから 守らないと、例えば、この間接強制とかっていう、なんかこれ、守らないから一時いくら払えとかって、判決が出たら、またお金払わなきゃいけなくなるから、これ守んなきゃいけないんですよね。はい。
だからこれは大きな法論制約になっているということなんですよね。ところが、この創価新報によればですよ、創価新報の記事によれば、2006年にもですね、そのひげおやじが作成した創価学会批判ビラのデマ情報を認めて謝罪して、長野地方裁判所で和解する事件があったと。で、その和解の中に、会員個人の名誉、プライバシーを侵害する言論をしないことを制約っていうのがあるわけですよね。だから、これはね、要するに、これも法論制約っていうふうに、読めなくはないんだけども、会員個人の名誉、プライバシーを侵害する言論をしないってわけだから、つまりこれは創価学会は、この創価学会を批判するビラの作成を抑えたいわけだから、こういったものを入れさせたと思うんですよね。で、これ、法論制約条項っていうふうに読めば、これ全然守られてなかったわけで、今度は2019年に、デマ動画事件で、和解してですね、こうやって、原告の名誉を侵害する言動や、原告の会員の名誉、プライバシーを侵害する言動をしないことを制約ってことで、完全にその足かせをはめられたということで、この2019年の和解はかなりの痛手だったんではないかというわけですよね。こんな感じでですね、日蓮宗秀とのトラブル続き、創価学会とのトラブル続きで、もう事件続きのひげ親父なんですけども、日蓮宗秀はですね、このひげ親父に、百所帯以上の作伏をやったからっていうことで、常住本尊を下布したと いうことらしいんですよね。で、ひげ親父は、俺が死んだら、常住本尊の中に入っていくんだって、へんてこりんなこと言ってるらしいんですけれども、どうも、本音では日蓮宗秀は、ひげ親父の活動を抑えたいというふうに考えているんではないかというところでね、どうも、その日蓮宗秀と創価学会の両方が 裏で、手を結んで、結託してるかどうか そこのところは、不確かではございますが、利害は一致してるっていうことは、明らかにわかるわけですね。だから、両者 一緒に、その被害児の活動を抑えようとしてると。いうことではないでしょうかね。だから、こういったところから、そのひげおやじがですね、その発数を批判したりですね、松地の住職を批判する言動が出ているんではないかというふうに考えられると いうことで、ございます。そしてもう一つ私はですね、理由があると思うんですよ。それはね、YouTube チャンネルの問題なんですよ。で、現在ですね、ひげおやじはもう YouTube にですね、もう結構いっぱいチャンネルを持ってるんですよね。で、一つ、今メインで上げてるチャンネルはあるんですけれども、過去に上げたチャンネルでもね、そのまま動画をアップロードしてますよね。で、公開してます。で、それら一つ一つを見るとですね、収益化条件がクリアしてるのに、広告がついていないチャンネルが結構あるんですよ。で、ここはね、大きな私、ポイントじゃないかと思うんですよ。で、これ何かって言いますとね、この過去にひげおやじは YouTube チャンネルで動画バンされたことがあるっていう情報が入ってきてるんですよね。で、動画バンされると、ペナルティがあるんですよ。で、例えば、アウト3つついたら、チャンネルがバンされてしまうんですけれども、そのアウトが、ワンアウトついちゃうわけですね。で、ある一定の期間、動画がアップロードできなくなるんですよ。だから、動画がアップロードできなくなるから、別のチャンネルを作るってことを、結構他の YouTuber の方がやってらっしゃいますよね。だから、それの関連で、ひげおやじもですね、たくさんのチャンネルを持っているんではないかというふうに考えられるんですよ。じゃあ、なんでそのひげおやじの動画がバンされたのかと。つまりね、その法論動画 が、もう一番問題だと思うんですよね。その法論動画。この、
タイ創価学会訪論動画っていうのは、どうも私見てて思いますけども、これ、YouTube のコミュニティガイドラインに引っかかる可能性があると、私は思って見てますね。で、これなんでかっていうとね、要するに、訪論やるわけだから、お互いになんか相手を批判する言葉を言うわけですよね。そうすると、口調が激しくなってくるんですよ。相手を攻撃する口調。になってくる。で、なんか、ああでもない、こうでもないってなことを言い始めるわけですよね。そうすると、要するに、攻撃的な動画、相手を攻撃的する、的にする動画っていうのは、これはコミュニティガイドラインに引っかかるんですよ。あるいは、なんかね、相手をこう、要するにガカガカこう、攻め立てる ことを言うと、まあ、見ようによっては、これ、ネットいじめをやってる風にも見えるわけですよね。だから、まあ、ネットいじめっていうのも、これ、コミュニティガイドラインに引っかかるわけですよ。だから、コミュニティが、まあ、攻撃的な口調だと。あるいは、その ネットいじめ、ということで、これはコミュニティガイドラインに引っかかるかどうかっていうところがあるんですけど、仮にコミュニティガイドラインには触れなくても、これはね、広告のガイドラインには引っかかるわけですよ。だから広告がつかないということが、起こりうるんじゃないかというふうに、思われるわけですね。でですね、まあこれ普通に考えたらですね、まあそんな攻撃的な動画、ネットいじめ的な動画で、動画バンされてですね、ペナルティがつくよりも、コミュニティガイドラインに引っかからない動画、つまり、だから、その、ひげ親父軍団の内輪の集まりでの質疑応答で、その、ひげ親父がそれに答えてるとかですね。あるいは、ひげ親父がなんか、日蓮の言い分について説法してるとかですね。そういうふうに、例えば、自分一人がこう喋っている動画であれば、まあ、質問者はどっかにいたとしてもですね、基本的に自分一人で喋っている動画であれば、そんな主張は攻撃的にはなりませんしね。別に誰かをいじめてるわけでもないわけだから。まあ、だからコミュニティガイドラインには引っかからないわけですよね。だから、そういった、そのコミュニティガイドラインに引っかからない、広告のガイドラインに引っかからない動画で収益化した方がいいというふうに考えるのは、これはまあ普通ですよね。しかも、ひげ親父は動画を なんかもう DVD 化してですね、それを一般に販売するなんていうことをやってるわけですよね。だから そういうことを考えたらですね、そんなね、いちいち、そんな創価学会員とどっか呼んできてですね、なんか手間暇かけて、で、なんか 動画を撮ってですね、そうしたらその動画アップロードしたらなんか不調が攻撃的だとかですね、あるいはネットいじめだとかなんとかって話になって、で、なんかペナルティがついて動画バンされましたっていうふうになるんだったら、まあ、何のためにやってんだかわかんなくなりますよね。だって手間暇かけて、お金かけて、動画をアップしてペナルティがついて動画バンされるんじゃ合わないわけよね。普通に考えたらそうですよ、これ。だから、もうこの人は 動画を DVD 化して、とにかく一般販売にして、とにかくお金を欲しいと、お金 の自分のポケットに入れたいということを考えているということであればですね、そんなね、攻撃的な動画とかネットいじめ的動画よりも、まあ、この内輪の集まりの質疑応答とかですね、あるいは、いわゆるの説法動画を上げた方が、これは収益化になるんだったらこっちの方が得だという話になるのは、これ普通の考えだと思うんですよね。だから、はっきり言ってね、そんな創価学会員となんか訪論やって、ああでもない、こうでもないって言ってですね、なんか攻撃的な口調で、その自分はその勝ったとかなんとかっていうのは、はっきり言って、これでも自己満足に過ぎないわけで、そんなね、自己満足路線で、そんな、なんか動画バンされて、ペナルティがつくよりも、次第に現実的で収益路線に転換したと
いうふうに考えるのが普通じゃないかなっていうふうに私は思うわけですよね。はい。だから、まあ、こういったような理由で、まあ、ひげ親父っていうのは 動画路線を転換していったんではないかというふうに考えられるわけでございます。はい。というわけで、今回はですね、なぜひげ親父は対創価学会訪問動画をやめたのかと、謎の動画路線転換を検証というテーマで、お送りした次第でございました。関連動画は下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらからチェックをしていただければと思います。はい、ご覧になられました皆様はどのように思われましたでしょうか。またご意見をお寄せいただければ幸いでございます。はい、それではまた次回の動画でお会いしたいと思います。本日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。